どうもでらです。今日もミンゴルやっていきましょう。皆さんお久しぶりです。スマスロばっかやってました。10万買って10万負けました。スマスロクソです。なあ、ただね、動画再生がねえぐいんだわ。スマスロ28回出して83回、あとね、ボーナスを28回出して83回、なんだろうな、バトルボーナス引いた北斗の拳、あれを28分割して、ちょっと動画にしようかな、ショートで動画にしようかなって思ってます。だから28回できるからね、ショート。ショート強いわ。ということで、こっから先はミンゴルやりますと。まあ、昨日ね、無理やり頑張って700メダルもらって、2枚はいけるのか。意外にね、ちょっといい成績は出せなかったんですが、おー、60までいった。ではではでは、ガチャやりましょう。今回の目玉、こちら。スリングシー、メタルイエロークラブ。メタイエ、メタルイエローパワーショット。パワーショットが半角。70ヤードがデフォ。ショットの精度がかなり上がる。すごいな。でも、これは、ショットの精度上がっても無風じゃないんだら、意味なくね。ショットの精度が上がる。無風じゃないんだ。これどういうこと？いらーん。風の影響受けないぐらいか。いら。これいらないわ。過去最高にいらんわ。無限祝福。70ヤードで影響受けない。超幅に限。これはいいね。礼法。極みホーミングもあると。アルショ、ゼロもあると。まあ、鳥、まあ、こっち、見ましょうか。一心不乱の宿王三曲。まあ、一応ね、何周年ウェアじゃないんで、やる必要もないかなと。SPBB30 アップ。あ、これはやる意味あるな。宿王三極め。40か。一心不乱。あ、コントロール強っ。コントロール200強。えぐ。何、ぶっ壊れじゃん。早速壊れてんじゃん、一心不乱。欲しいわ。マジかよ。ただ、446か。コントロールやばくね、一心不乱。これな、250か。なるほどね。ただ、悪くない。じゃあ行きましょう。3枚しかない。やってなかったから。まあね。6周年で、やっぱ、なんていうか、次の段階に入ったなと。もうね、上の方がキツキツになっていくんだと思うんですよね。自分みたいな素人が。アルバトロスとかホールインワン決め出したらそらそうなってくるわ。まあ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 。まあ自分の突き上げなんてもう、微々たるもんですが。やっぱ目覚めてる人とかがいるでしょうからね。一発で十分。東京チョチンボー、東京チョチンボー。まあイエロー欲しくねえんだけどね。イエローは欲しくないと。はい、さてさて、まだまだ終わりませんよ。これがあるんでね、チケットが4枚。やる必要はない。2枚ある。
2枚あれば十分。1回目外れ。外れっていうか当たり。当たりだけど外れのこの矛盾。あと40か今。いけ！いかない。いかない。当たりだけど外れ。38か、ということで残りの1400は戦って稼ぎます。今回のラントナはグラロか、やりたくねー。行きましょう。とりあえず初期装備で出発。まあこの初期装備が最強装備ではあるんですがうん、370か、たったの。難所、パクドラ打つぐらいでいいか。5メーターの風、まあ、ぴったりで 16.2。 うわ最悪。なるほど、そうなるのか。ってことはあれがいるのか。まあとりあえず一周しよう。トリマ。ファラオの装備がいる。灼熱に強い。ってことは BGM はあれですね。一人でゴルフ。ここは普通。この辺やば。あ、なるほど、ダメだね。もっと手前か。もう一回ちょうどいいな。一回やめるか。これは意味ないからやめよう。3ホール目気になるけどいいや。ということで、クローゼット行きまして、いやー、コントロールカンスト装備なんですが、これはもうちょっと諦めよう。まあ、これだね。猛暑超得意特大で、クラブは同じ。変わらずと。いいんじゃないですか？よし。気を取り直してやっていきましょう。このね、灼熱がね、まずいんだわ。223位がいる。とりあえず今回の目標は、1600コインと、エアパである必要ないんだけどなぁ。あ、でもエアパしかない。下いいや。下でいいよね。5メートルの風、結構ねいい感じで落ちたんだよね。ぴったりでいいんだわ。ゲイ、多分悪くないと思うんだよこれで。伸びる、悪い。7.5 低めか。7.5 弱め。まあ、決めるんですが。まあ、とりあえず一周しよう。これで計5回やることが確定。まあスマスロな、頑張ったんですけどね、まだまだちょっと
やり方があるんだよな多分。まあとりあえず500いったらなんか雑談というか、まあ動画なんですけど撮ろうかなって思ってまして、いや500人ですね。何年やってんだろう、6年やってんのかな YouTube。 500いかないって奇跡でしょ。普通に4500以上の動画作って、まあその辺をちょっと話そうかなと。悪い見本ってやつですね。どうなんでしょうね本当に。もうねスマスロあれいいんですよ、すごく。あのコイン入れなくていいっていうのが動画撮る上ですごく最適で、はい行きましょう。これね奥側なのか手前側なのか、これで打つか、もっと奥なのかな、奥で打つか、これだね。来た、ダメか。いやうまくいかなかったな208。まあ行かなくてもいいんですが、無風で、8 22パー20 20、ちょうどでもうぶち込むだけ。20ちょうどでぶち込んだらどうなる。ダーン、3メーター先か。6、もうちょいですね。18か17ぐらいでいいと。うわあ、むずいね。とりあえず一周しよう。うまくいかんな、場所が分かんなくなっちゃった。あのちょうどいい場所が分からなくなっちゃった。あれだな、分かった、あの弾道が変わったんだ。弾道高くなっちゃったから、あのクラブのせいで。だから当たる場所が変わっちゃったんだ。どうしようかな。なんかちょっと一回練習した方がいいね。これは一番いい場所が分かんなくなる。行きましょう。最初オール。なるほどね。まあ最後はやっぱここと。まあこれぐらいかな。ゲイ。もうちょっと弱くていいか。承知。
これ岩肌でも見るか。岩肌を見てうっとりしようぜ。うん、はい、ファイブアンダー取れると。さあお金はいくらくれる。946もくれる。で、あーイベントポイントをもらえるのか。そしたら6万いくかもしんない、こんなところで。あ、じゃあ一回あれですね、ガチャ行きましょう。多分ガチャできると思う。できないか。できないか。ではでは、クローゼットで何がしたいか。クローゼットじゃない、まあクローゼットでもいいのか。ちょっとあれだね、やりづらいよね。ちょっとやりづらいんだわ。で、何がいいかな、これかな。もうこれで解決。みんなでゴルフ。こっから先はえぐい。低反発最後残ってればセーフ。あるよね。これはえぐいです。まあ最初の風をまず考えなくていいっていう。祝砲打っちゃうか。377のところによいしょして、ぴったりで打つと多分届かないと思うんで、ちょっと強め。気持ち、オッケー。気持ち強めで打ったらどうなるか。強めで打ったよ。なるほど、もうちょい強めでいいね。で絶対入るから決めます。はい、風を考えなくていいって最高だね。で、エアーズロックを見ると。エアロ、グラロか。この赤い岩肌を見ると。めったに見れませんからね。ああ、そうか、練習してなかった。やば。それはやばい。ただいいんです。練習 しなくてよかったんだ。そう。弾道がもう高くないんで、当たる場所は、多分変わるんだわ。だからもう感覚で打ちゃい、ここでいいんだ。で、クォーツパワーを打てばよしと。もう自分が知ってる感覚でいけると。いいね、すごい。え、めちゃくちゃ飛んでる。なになに、あ、ダメか。ここまで行くと。見ますか。シャッシャッと。2位かな。2位にしとくか、下。で、霊砲打つか。これだよね。超大幅に減少。これ最後だ。最後取りで。20じゃないんだ。17。17だ。で、これが81で、この間が42ある。42あるから、これが20です。42あるからこれが20。だからここだね。
でっか、でっか、間違ってる。15ヤードもっと、そんなに、そんなに、なやっちまいましたね。やばい、これはやばい。今回の動画は5アンダー取ったら終わりにしよう。ちょっと分が悪いわ。やっちゃったな。いやー、やっぱ1本いるか。どっちみち落ちるからね。で、これはかなりの弱め。これ超弱い。お、跳ねるね。はあ、跳ねるね。うまくいかなかったな。跳ねるってことは違うやつにした方がいいんだな。惜しい、惜しい。惜しいって言いたいんだけど、使えるやつがない。マジかって嫌味なんだよな。マジか。終わり？もうガチャれるますね、多分。もうガチャれます。これ終わったらガチャリに行きましょう。ガッチャ引きましょう、ガッチャ。来ました。よし、たまったたまった。ガチャいきます。何を引くか、そんなのはどうでもいいんだ。目の前にガチャがある、それだけで引く意味があるのさ。今回はね、いらないから、いらないガチャやります。いらガチャ。うわ、当たりゼロ、当たりゼロ、そんなことある。41、70、あ、70までいった。44、45、72、38、42、35、確率論、プラチナ 16% がそら引けないパターンあるな。しゃあない、もうこっちだ、こっち取らな。いや、561、え？コイン561までなっちゃった。マジ？
これ引く、匠引く。全部当たりだったんだ。嬉しくない方の。さあ、こっからまた頑張って6万増やしますか。まあすぐでしょうけど。挑戦権があるなら挑戦してしまおう。ランクマ4枚、まあ余裕やろ。サバはいいか。雨装備しておくべきだったかな。うわー、余裕じゃなか。まあ、それでも勝てるか。 6m の風、まあいけるだけいこうか。ほい、いや飛ばんか。これ終わった、終わったかもしれん。いや終わったわ。20、80で123で、これが40で20。ダメか、これは負けた。20もダメ。なんか考え間違ってんな。うん、ダメか。ほう、負けました。何やってるんだ。はい、でこのままやっていいのか。これはね、ちょっとボールを変えなきゃいけない。最終ホールだけちょっと不満があるんだよね。弾道高くなるか。これ使いたいんだよね。やっぱもうそんなに変わらんでしょう。みんなでゴルフ行こう。最初のホールでエアパー使うか。5アンダー出るまでやる。グラルをやります。いいぞ。最初にエアパー使います。4メーターの風。4メーターの風で、これやりすぎで、この辺にしといて。OK。風込み。いいんじゃない？頑張ったと思うな。で、しっかり読んで入れると。まあ余裕。ああ、ただあれだ。ラフに入るんだった。だから、それ用の特殊ショットをもらってないとダメだ。つけてないと。どうせラフに入るんだから。
高いな。はい、行きましょう。5アンダー取るぞ。まあ、ここが一番大事で、今回は祝砲があるんで、祝砲ここにやって、まあここでいいはず。いやー嘘だろ、マジかよ。何があった今。低反発だったからか。それもあるか。うまくいかなかったです。で、下で、金星祝砲で、これのここでやったら爆死したから、こんぐらいでやる。もっと、もっと 10m。 うそ、ここバグってるわ。これはダメだ。まだボールは改良の余地あるから、行きましょう。なんかね、携帯重いんだよね。 iPhone8 Plus、そろそろ買い時か。ただ16対9の画面でミンゴルができるっていうのはもうこの機種しかないわけ、 iPhone で。それを考えると、まだ参ると思う今日この頃かなり。おい、かなりの弱め、相当弱め。こういうこと。いや、入るかと思った今。ファイブアンダー。5アンダーよりも4アンダーもすら取れない。ただこれ次が最後ですね。次の成績がどんなに悪かろうと終わります。炎天下のグランド6杯トリマ完結と。超低反発ありだな。超低反発の中でもいろいろ種類があるな。本当に超低反発とか超低反発とか、なんか区分分けかなりされているよね。はい、再開。3171。
まあ最初は取りたいな、1000以内、初日は1000以内取りたいな。でボールを変えましょう、もっといいボールが、今回のこれかな、ふさわしいボール、フローラル、フロアップが違うか、ちゃうか、フロアップは悪くないんだけども、そしたらもうやっちゃうか、これするだけで OK。 これがじゃあね、いやオールグリーンプラ6、これして猛暑が悪くなっちゃうけど、まあ乗り切ろうか。よし、5アンダー、ラスト、ラスト1回いきます。ラス1、で最初のホールにまず祝砲を使ってフロアップフロラルパワーは次のホールにしよう。この衝突時完全に減収はよろしくない。3777 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 3777
うん、そこまあ余裕やな。決めましょう、決めちゃいましょう。これは帰る。3です。これは絶対余裕。オールグリーンは使えない。霊砲は使ってもいいかな。でね、霊砲使っちゃおうか。もう余裕や。これはね、入ります。まぐれですらない。いや、練習の成果やね。ファイブアンダー行くぞ。で、フロパを打ちますと。フロパをここに、ここでいいかな。あぶねえ。オッケー、いいね、いい感じの転がり方。OK、 狙い通り。もうすげえラグがやばい。ラグ大国、ラグ大国日本。これはいいよね。これは完璧、完璧です。ラグだけが問題。くそ、ムカつく。ラグ頼む。怒らないでくれ。頼む。ラグよ。ラグだけやめてくれ。あー、みんなが打ってるからなのか。ちょっと、96秒。ラグがひどい、ラグが。ちょっと待ってくれ。PC が限界。PC というか iPhone が。入りますよ。ぴったりで入ります。わかりますか？ぴったりで入るんで、入っちゃうんです。これ、実は。まあ、ラグが死ぬ。ラグがやばい。うい！ OK！ 魂。これ、魂ですから。頑張った。
さあ行くぞ。よし、5アンダー行くぞ。すごい遅れてくる、いろんなことが遅れてくる。はい、ラストミッション。これ5アンダー取ろうぜ。まあ今回の動画は1000以内にはいかないけれども、5アンダーは取りましたという動画。このクソラグ、なんでラグいの、やめて。行こう。このフロアップもなかなかの出来だと聞いております。よし、ラグなし。あ、入る。入らない。幻覚だった。はあ、疲れた。これは入りますね。ラグ。オッケー。あぶねー。やった。5アンダーなんとか取った。いやー、ちょ、ラグはね、楽しみにしたくないわ。ラグで楽しむのはやめよう。うん。正しい楽しみ方じゃない。間違った楽しみ方。行き過ぎた遊び。トリマ5アンダー取りましたと。43,562 の人がいる傍らで2万7000と。 49% と 24% の差か。そろそろあれだな、なんかラッキーをぶっぱしようかなとかって思ってますね。次の段階入っちゃっていいかなと。うん、2815。あー疲れた。うん、今日はいいです。これで頑張ったし。ギアチケ、まあ持っててもしょうがないもんな。だって今2151ですよ、コイン。挑戦権ある。じゃあ最後ランクマやって終わりにしましょう。はい、あ、2枚ある。ただ絶対3。うん、サバワイの3か。サバワイの3か。雨だよね、 100%。ただ今回はちゃんとあるから。用意はしてる。用意はしてるけど、相手の用意ができてない。さてと。来たー。アーメン389。おう、そういうやつ。あー、祝砲か。届かないんだっけ。411か。413か。413だね。このね、目いっぱいよりも、ここの部分を残しつつなんだよな。だから、ここが一番残る。これで撃つしかない。最大値。最大パワー。いいね。自信あるよ、これ。407。相手のショット次第だな、俺は。伸びない。勝った。勝ち申した。うまっ。マジ？
2パチか、リカバリーショットあり、8、9、12345678、9した。で、オールグリーンを打つだけと。美しい。こんぐらいかな。勝ったでしょ。どうかな。負けん。私は負けん。なんと。な、挙動がおかしくなってるな。ってことはもうやめろってことか。もう一試合行きたかったんですが。挙動がおかしい。来たー、よかったー。あと1試合。あー、ダメだ、結構やばい。大丈夫かな。スコクラ、220対決。相当勝ってえわ。90にするか。フローアップだよね。ショットの精度が上がる。風の影響を受けない。どう考えてもこれだね。で、あとは、どのぐらい強みに打つかですけど、こんぐらいかな ?2.7。こんぐらいかな ?OK! 入った。入らない。入るかもしれない。いい、悪くない。勝ったでしょ。嫌な予感しかしない。よし、勝った。いや、外行く、負ける可能性大。1-3で負ける。頼む、入れないでくれ。勝った。怖っ。なかなかだ。どうかな。ここ外しても、まあ勝ち。まあ、オールグリーン入れると一気に、あれだね、安定感が変わるね。楽しかった。画面が動かん。画面が動かん。マジか。止まった。フリーズした。来たー。はい、100円。よし。イベ、報酬受け取り。あとやることは、まあ、ここぐらいでいいかな。いや、面白かった。いや、やっぱミンゴル面白いですね。やっぱね、まあ最後に一コースだけ行かせてください。これよ、コントロールぶっぱ。コントロールほぼカンスト。
やっぱ朝の日課はね、これ楽しいんだわ、ずっと。だいたい決まるようになってきた。千里の道も一歩から。まあ実際千は打ってるね、小僧なのにな。だからミンゴルの層がね、もうえぐいんだわ。6年やって修行僧がものすごい修行した結果みたいになってる。みんなスーパーサイヤ人マジで。いやもうでただ死んでるわ、死んでる、ゲームが死んでる、ラグがやばい。 OK、 死んでない。ここは決めて終わりにしたいね。最後ちょっと落ち込んだね、今傾きがやばい。なるほどね。3123で十分。本当は4行きたいけど3で実は十分なんだ。そういうねところ。怖かった。読みよ。結構珍しいショットだったね。はい、おもれかった。もうこれはおそらくやっぱりコントロールをカンストしてるからこそのブレがないというやつだと思いたいんですけどね。まあ連続アルバトロスチャレンジはやらないということでいいんじゃないでしょうか。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。